はい、皆さんこんにちは。ネットビジネスアナリスト横田修林です。今日はですね、マスクをしていますねということで、マスクの話をちょっとしたいなと思うんですけど、ちょっと前にも動画の方でお話しましたように、マスク生活をいつまで続けるのかという話があって、で、まあこの今の緊急事態宣言っていうのが5月いっぱいぐらいで解除になるという可能性が高くはなってきましたが、だからといって6月からマスクを外してみんなが歩くようになるかっていうと、もうちょっとやっぱり皆さん気をつけてですね、つけなきゃいけないんじゃないかなって思うんですね。そうした時に何ができるかってちょっと考えていきますと、マスクってこれ最大のですね、広告媒体だということですね。だから最近ね、知事さんとか、記者会見するときに、ここのとこに自分の県のですね、キャラクターをプリントアウトするとか、自分の県で作られた何かそういう布製品でね、出るとか、どうせ出るんだったらっていうことで PR したり、もしくは、ブランドの会社がマスクを作り始めたり、もしくはですね、ちょっとおしゃれな可愛いマスクをする人が出てきたりということで、マスクを使ったこう新しいですね、ビジネスっていうのが生まれつつあるんですね。そうなってきましたら、例えばちょっと前にもありましたけど、車に何かですね、広告を貼って、運転してくれたらお金をあげますみたいなですね、ビジネスもあったりしたし、まあもっと言えばですね、その例えば野球場とかサッカー場とかにある看板とかも同様で、たくさんの人に見てもらえるんだったら、そこにお金を出すよって人がいるんだれば、僕はですね、どっかの例えばナイキでもいいし、何でもいいんですけど、アップルでも何でもいいんですけど、ここにナイキのマークをこうやってつけてですね、いうマスクをつけて歩いてくれたら、ナイキの宣伝になるわけですよね。だってはそういうようなことを今後ね、ナイキとかがそういうようなマスクを作っていくということもあるかもしれないし、逆に言えば自分がこれをつけて歩くんだったら、ここのとこに自分ってこういう人間ですみたいなことをね、こうちょっとね、あげて、印刷してっていうのもね、もう今ね、オリジナルでマスクを作れる時代になったんですね。こうデザインして、だったらそういうのを作ってみるっていうのもありかもしれないし、例えばもうちょっとこういうなんか分かりやすいような、ここ僕笑ってますみたいなね、ここにこうもう顔を描くとかね、もうマスクをつけてる感がないような感じでこう茶肌色のですねマスクにするとか、まあいろんなね、やり方があるんじゃないかなと思いますので、マスクを使ったビジネスね、やってみる。そして、人がつけている、マスクに自分ちの広告出してくださいとお願いするとかね、こういうビジネスは面白いんじゃないかなということで今日紹介しておきました。ネットビジネスアナリスト横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。